今日からポートメッセ名古屋で始まったマイナビ就職エキスポ。およそ450社のブースが並び、初々しいスーツ姿の学生たちが業務内容などの説明を受けました。こうやっていっぱいの会社さんが来て合同説明会やってくれるってことは、まだいろいろ自分も見る、いろんな会社を見る時間があるんだなとも思います。刺激を受けた企業もあったので、すごい楽しい日になるな、なったなって思ってます。採用の傾向についてマイナビの福田さんに聞くと、まず企業の特徴としては、こういったかなり採用意欲というのがこう高くなっている、現状がございます。売り手市場と考えて問題ないと思います。コロナ禍以降の業績回復などを背景に企業の採用意欲は高く、学生が有利の売り手市場となっています。会社説明会は3月1日から、採用活動は6月1日からというのは政府が定めたルールですが、強制力はなく、実際には前倒して選考を進めている企業が多いといいます。企業のですね、高い採用意欲や、そのインターンシップ、その仕事体験という、実施が増えていますので、学生とですね、その企業の出会いっていうのが、早くなっていることは事実です。リクルート就職未来研究所の調査によると、今年2月1日の時点での大学生の内定率は去年よりも4ポイント上昇し 23.9% に。地域別に見ると中部地方は 28.0% で、他に比べて高い水準となっています。内定も2社持ってるとか、もう1社持ってるっていう人も結構ざらにいる感じです。焦りますね。やっぱり私が遅れてるのかなっていうのもある反面、やっぱ3月から解禁だから大丈夫なのかなみたいな不安もありつつ。また内定を獲得した学生のうち半数近くが2社以上から内定を獲得していて、リクルートは2月1日までに企業が出す内定の総量が前年に比べ増えたことが考えられると分析しています。激化する人材獲得競争に企業の採用担当者は、本当に乗り遅れてる感じがすごいので、就活のスケジュールが早くなると早く就活を終える学生さんが増えてきているので、その分だけですね、やっぱりこう出会える学生さんの数も減ってきているので、やっぱりこう優秀な学生さんの確保、理系人材の確保でいくと、すごくそこが難しいと思います。では学生の方はどういった点を重視して企業を選んでいるのか。就職情報会社ディスコが就職先の候補になるかどうか判断するために企業のどんな情報を知りたいか調査したところ、最も多かったのは福利厚生で6割を超えました。勤務地や職場の雰囲気も初任給を上回る結果となりました。勤務地と給料面と、あと福利厚生という、その3つで、会社は選んでいます。3つの中だったら、福利厚生を一番重視してました。フレックスタイムであったり、あとリモートが可能とか、そういうなんかそのいろんな柔軟な就業ができる体系のものを見て、結構重視してますね。入社後のミスマッチを防ぐために、さまざまな情報を集めて判断する、売り手市場だからこそ見極める姿勢が大事だと言えそうです。早期化というキーワードは、ありますが、この3月就職活動というのは、今始まったばっかりですので、その合格を持っていないですとか、行きたいところが決まっていないですとか、そういったところには焦ることなくですね、しっかりこう落ち着いて、これから の, その就職活動というのを頑張っていただきたいというふうに思っています。